皆さんこんにちは、おちょさんです。本日は Z のミッションオイルの交換に挑戦していきたいと思います。以前ですね、Z に LSD を組みまして、その後鳴らし号にデフオイルを交換したんですけれども、その後パワステの方もですねちょっと調子悪くなっておりまして、パワステのオイルの方もですね今後交換しなくちゃいけなくなるので、もうここまで来たら油脂類総リフレッシュしちゃおうかなということで、その今回は第1弾でミッションオイルを交換していきたいと思います。で、今回使用するミッションオイルなんですけれども、こちらです。じゃじゃーん。日産の純正のミッションオイルですね、75W85 の GL4、 こちらを新しく入れていきたいと思います。それでは早速 Z のミッションオイル交換やっていきます。じゃあまず入れる方のボルトから緩めていきます。よし、こんな感じかな。抜けるまでしばらく待ちます。綺麗な黄金色。よいしょ、パッキンを交換してきます。あ、手が引っかかった。それではパッキンの方を変えていきたいと思います。ドレンパッキンはストレートさんでこういったものをネットで買いましたので、こちらに交換していきます。はい、こんな感じで新しいパッキンが入れ終わりました。あかん、汚れたやつで拭いてもうた。今回もミッションオイルの注入に使っていくのは新潟精機さんのデンドルミニポンプです。いつもお世話になってます。こうですね。
どっちが入れるだっけ。光の反射で見えない。でしょう。はい、抜いたミッションオイルはこんな感じです。そんなに汚れとかはないんですけれども、多少鉄粉が混じってるかなっていう感じがします。すっごく汚れてるわけではないですね。動かすとなんかこう渦巻きみたいな感じで鉄粉の汚れが少し見やすくなるかなと思います。こんな感じ。うん、シフトフィーリングもすごい良好です。スコスコ入ります。いいですね。はい、ということで Z のミッションオイル交換が終了しました。今日もお疲れ様でした。ですね、皆さん見てください。私つなぎにミッションオイルこぼしてしまいました。冷たい。まあ、そんなに大事故にはならなかったんですけど、ちょこっとこぼしてしまってめちゃめちゃ萎えてます。いつもここにね、マイク入れてるので、マイクが無事だったかどうかすごい心配だったんですけど、ちょこっとだけだったので特に問題なく、マイクの方故障とかもなく大丈夫だったので良かったかなと思います。はい、ということでミッションオイルとかデフオイルとかはですね、匂いが結構強いので、もし作業される方いましたらちょっと気をつけて作業の方もしてください。あと、いつも使ってるデンドルミニポンプなんですけど、何回か使ってて、ポンプ自体を押さえないとこう暴れてしまうので、ちょっと使いづらいなっていう部分が最近すごく感じるので、なんかこうインパクトに固定できるような何か仕掛けを作れないかなと今考えているので、それが何かうまくできたらまた皆さんにご紹介したいなと思います。もうないものは作るの精神でちょっとやっていきたいと思います。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いなと思っていただいた方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それから、各種 SNS のリンクも、概要欄に貼っておきますので、フォローの方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。イエイ。はい、あとここで珍しく宣伝をさせてください。以前プレゼント企画で私がデザインしましたオチョピットステッカーなんですけれども、なんとこの度ですね、販売の準備が整いましたのでご報告いたします。じゃん。はい、こちらのステッカーをですね、ぜひ販売されたら欲しいですという方が結構いらっしゃいましたので、密かに販売の準備をですね進めていたんですけれども、やっと準備が整いました。ベースというサイトさんで販売の方をしております。送料込みで税込み850円で販売になります。なので、もし欲しい方いらっしゃいましたら概要欄に、リンク貼っておきますので、ぜひ、そちらのサイトからですねご購入の方お願いいたします。前もちょっと紹介したんですけど、工具箱とかに貼るとこんな感じです。黒字になってるので、リアガラスとか黒いボディとかにはすごく映えると思います。